过两年半的前田先生介绍的是这间位于商厦四楼的 cocktail bar。 まず入ってきた時に、奥の、障子があって、で外にもこう竹がこう生えていて、そういうところがまず日本を感じさせるっていうのがあります。あとは、静か、音楽がこう流れていて、であのすごくこう落ち着いたあの暗い照明の雰囲気、あとは、こうお酒がこう綺麗に並んでいてっていうところがすごく日本を感じてです。リラックスしたい時にここをよく来ます、はい、お店のコンセプトは日本でやっていたバーをそのまんま香港でもやるというコンセプトです。お店に来た時にはだいたい2種類のお酒を飲みます。一つは、ウイスキーです。日本産のウイスキーを飲むこともありますし、チーフバンテーダーの遠藤さんのおすすめのウイスキーを飲むこともあります。もう一つはカクテルです。これも日本産のお酒や日本産の果実を使ったカクテルがいっぱいありますので、これも遠藤さんのおすすめで作ってもらいます。僕自身はあんまりカクテル詳しくないんですけれども、おすすめをお願いするとすごく美味しいカクテルを作ってくれるので、それを頼んで今日はどういうカクテルができるかなっていうのをすごく楽しみにしています。而前田先生的同事小林先生就介绍北海道的家乡料理菜。香港に住んでる日本人の友人に紹介してもらって、で私が北海道出身なので北海道関係のお店があるよっていうことを教えてもらって、初めて友人と一緒に行きました。あとお店の雰囲気もこの地図とかも北海道がすごく分かりやすいので。我其实我自己好超级喜欢香港和北海道的，所以我上街少北海道的文化对香港人的。后边最后边有一个韩式黑色的这个 uniform 呢，是北海道 football team 的 uniform。 右手边这个呢，北海道札幌的是大球的 uniform。 このメニューも北海道で食べるメニューと同じですし、好きな料理はこのジンギスカンが好きですね。北海道メニューチョイス，因为全部都是我喜欢的东西。